に必死にお願いする。大きな、あ、な、なんてハレンチな、お前人に言わせようとしたくせに。ま、まあ、そういう一面もあって女性たちには特に人気があったらしい。さらにだらしない一面や問題行動が目に余るようになり、ファンの声も少なくなかったそうだ。それと同時にラスプーチンは政治的な問題にも口を出すようになった。そしてラスプーチンの存在を邪魔に思った貴族たちはラスプーチンを陥れようと働く弾圧に終わる。そんなさなかに彼のだらしない行動が裏面で田中非難の声が高まる。最終的にはアレクサンドラ公使と不倫をしてるのではとまで言われ、その頃には彼の信用も下がっていた。そして1914年のある日、ラスプーチンはふるさとに戻っている最中に顔をハンカチで覆った人物に襲われる。弾剣を使いラスプーチンの腹部を刺したという。ラスプーチンは起きていた棒で反撃し逃げ出した。この出来事から4日後に10年という地の病院で治療を受けた。この出来事を聞いたニコライ2世はすぐにラスプーチンの元に医師を派遣したそう。ラスプーチンと自身の血が乗っていた噂になっているにもかかわらず、ラスプーチンを手厚くもてなしていたということは、ニコライ2世はよほど彼に絶大な信頼をよこしていたのかもな。それかかなりの夫よしか。その後もニコライ2世は政治や戦争のことについて頻繁に妻を通してラスプーチンに助言を請うようになったという。しかし、いくら指示に従っても結果は見出せず、ラスプーチンの評価は下がるばかり。ましてや皇帝はラスプーチンの荒くり人形になり下がっているという声まで上がり出した。そんな状況にしびれを切らした貴族であるフェリックス・ユズポフはついにラスプーチンを暗殺する計画を立てた。そして1916年12月17日にそれは決行されたという。その内容が非常に凄まじいものであった。残された資料によると、まずユズポフは直前にラスプーチンに近づき信仰を深める。そして当時ユズポフ家の旅場であったモイカ宮殿の新築パーティーにラスプーチンを招待した。そこで自身の妻とラスプーチンを引き合わせるように仕向けたそうだ。ハニートラップというやつだな。女性にだらしない男なら簡単に騙せちゃいそうなのが怖い。そして結婚当日、ユズポフは防音性の部屋にラスプーチンを通した。そこで彼に生産鍵を持ったようだしと紅茶を提供したそう。これでラスプーチンを暗殺しようとしたわけだな。何も知らないラスプーチンはそれを疑うこともなく処置したという。生産鍵といえば非常に毒性が高い塩なのだ。でも人間なら舐めただけでただじゃ済まない。ところがラスプーチンはこれを食べ、さらにワインを口にしたにもかかわらず苦しむ様子もなかった。これにはさすがにユズポフも驚愕したという。まさかの毒性に耐性があった男。これは確かにスピリチュアルだわ。毒を持っても何ともなかったラスプーチン。ユズポフは作戦を変え、どんどん酒を飲ませラスプーチンを泥酔させた。そしてすっかり出来上がった数時間後、ユズポフはリボルバーを別の部屋から持ってきては泥酔したラスプーチンに向けて2発発砲した。弾はラスプーチンの心臓と肺をしっかりと貫通していたという。その衝撃でラスプーチンは床に倒れ込んだ。うわぁ、心臓を撃たれたらそりゃさすがに毒に耐性がある人でも。なんとラスプーチンは起き上がったというのだ。そして逃げ出した。驚いたユズポフは待機していた別の人物を呼び発砲させた。発砲したうちの一発がラスプーチンに命中し、最後倒れ込むがまた起き上がり逃げようとした。そこでユズポフは自身の靴を使いラスプーチンを殴打。その後2件に銃弾を撃ち込むとラスプーチンは動かなくなったという。何それヤバい、凄まじい生命力の高さ。その後ラスプーチンの遺体はロシア北西部にあるラバー川という川に捨てられたという。遺体が発見されたのは結婚から3日後の12月19日であった。ここまで話したがラスプーチンの暗殺に関しての資料は当時のものではなく、当時のことを綴った回顧録や証言を元にしているという。なので詳しい当日の内容は謎のままとなっている。後に実行犯であるユズポフはアレクサンドラ公使によって軟禁され、最終的にはイランに追放されたという。ラスプーチンはこの計画以前に自分が貴族の人間の手によって殺されることを予言していたとも言われているぜ。一定の間が亡くなる直前も謎が多い人物ね。確かに回答って言われる理由もわかるわ。この話や腕立ちが漫画やゲームなどで使いやすいんだろうな。これがブンボリー、ラスプーチンという人物についてだ。かなり細かい部分や登場人物は一部端折らせてもらった。なるべくわかりやすくラスプーチンの生涯を解説したつもりだが、なかなかぶっ飛んでるエピソードが多いってことはわかってくれただろうか。確かに何かの言った通りだよ。なんか対面されるレベルだったわね。というかどっちも不死身って言われてたんだし、なかなかいい勝負になるかもしれないわよ。貞子 VS カヤ子、フレディ VS ジェイソン、エイリアン VS プレデターみたいに、イリンダヨ VS ラスプーチンって感じか。なんか文字に起こすと B 級映画集がすごい。それじゃ、今回の動画はここまでにしようか。30万8色に続く人物解説を楽しんでもらえただろうか。なかなか聞いてて面白かったわね。世界史的な要素も入ってたし、まあ、昔はこんなとんでも人間がいたんだぞっていうくらいの知識で調べてみると面白いかもな。それじゃ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。最後まで見てくれてありがとうな。最後までお疲れ様でした。また次回の動画も見ていってね。